物価の高騰で野菜や果物の値上がりが続く中、嬉しい情報です。長崎市のイオン千歳ピア店で野菜と果物が低価格で大放出、お得に買い物できます。イオン千歳ピア店で今日から始まった野菜果物大放出。このように夏野菜のきゅうりも1本51円と低価格で購入することができます。これは家計に優しいですね。今日からイオン千歳ピア店で始まった野菜果物大放出。天候不順に伴う野菜果物の価格高騰を受けて家計を応援しようとイオン九州が企画しました。大人気の諫早産トマトや土物野菜の新玉ねぎ、新じゃがいも、今が旬のビワなど県産のものを中心におよそ15品目が先週末と比べおよそ1割から3割低価格で並びます。今日はカレーを作ろうかなと思って来ました、はい、安いんじゃないかなと思いますけどね。なんかサイズ的にも、はい、いいかと思います、はい、消費者としてはね、より安く提供していただけるのはありがたいので、はい、何購入されたんですか？あのゴールドキウイ、この前150円ぐらいで買いました、4、5日前。今日安くなってたんで買いました。もう助かりますね、はい、どんどんしていただきたいですね。非常にお安くなっておりますので、お客様にいっぱいお買い求めいただきたいなという思いでいっぱいでございます。野菜果物大放出はイオン千歳ピア店のほか、九州内のイオンとマックスバリュー197店舗で26日まで開催されます。